現在試合を控えてコンディションどうでしょうか。コンディションはまあバッチリです。あと体重4キロぐらい、あと水抜き今日してって感じです。いつも通りに着地できているというか、はい、精神面というかそういうメンタル面はどうですか。今回対戦相手が格上で、まあ、僕が負けて当然みたいな感じで、なんか下馬評でも不利っていうその声があるんで、穏やかな気持ちで迎えてますね、はい。舞台としてはまあいろんなところで戦ってきてますが、今回っていうのは自分の中ではどういう位置づけなんですか。まあ、これからもライジンで戦っていきたいと思ってるんで、スタートっていう感じですかね、はい。今回の対戦相手は先ほどもおっしゃったように、はい、格上と言われているっていうのもあるんですけども、こう若手選手が行くっていう意味ではこの試合っていうのはどんな意味なんですか。僕は勝たないといけないと思ってますし、未来の格闘技を担う存在になりたいんで、そうですね、勝ちたいと思ってます。未来を担うという意味では今回の勝ち方っていう点、自分の中でこうイメージしているものってありますか。僕は今までもうほとんどフィニッシュしてるので、判定じゃなくKO なりなんかフィニッシュして勝ちたいっていうのはあります。いい選手ってどんな選手というふうに見てますか。やっぱり実績もすごいですし、グラップリングはすごい上手いなっていう印象を受けましたね、試合見て。経験もあると思いますし、まあ、手強い相手だなと思います。最後に今回はどんな試合を見せるかというのを反応を皆さん。今回はまあ僕は自分がメインだと思ってるんで、今大会の、まあ、一番盛り上がる試合をして、まあ、最後会場を爆発させたいと思います。はい、ありがとうございました。